飯。ご飯。お座り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 。で。お座り。伏せ。お座り。でよし、いただきます溶けて。もみじ。自分の分だけお昼ご飯作ってくれます。私のは作ってくれないんです。どう思います？毎日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 いっぱい作ってあげてねえ、弁当まで作ってんのに私には作ってくれないんです。カレーは作るんだけどね、焼き飯は自分の分しか作ってくれないんです。自分だけがあげる
これはソースだよ。そう？まあいいけど。うん。必ずシャキ。めいちゃん邪魔です。近すぎる。めいちゃん近すぎます。さっきに食べられない。いやね、人間のシャケか。ロシア産やで、それ。もう一匹食べる。うん、ね、めいちゃんに言って。微妙に余ってた日本酒、北の誉でいただきます。飲みさし。最近はね、お酒も弱くなりました。昔は一生瓶開けてました。乾杯。お疲れ様。あ、おいしい。今日はね、レンコンと紅鮭と、それからしめじとネギの炒め物、キャベツときゅうりのサラダ。初めて作りました、レンコンの、これなんていうの、揚げ物。これおすすめ、うん、ビールにも合う、うんうん、これは大成功。で、鮭はね、あの有本陽子先生のレシピでポン酢に漬け込むのがあったんだけど、どうも甘鮭って書いてあるけど、味見したら辛かったんで、もうそのままいただきます。ロシア産って書いてました。 20% オフ。まあ魚には国境ないからね、ロシア産でもいいんですけど。だんだんもう物価高になって、なんか地味な食事になってますけど、あれやこれやと考えながら作ってます。レンコン美味しいわ。なんか下味のマヨネーズが決めてかな。作ってみて。お疲れ様でした。いってらっしゃい。病院行くよ。予防注射よ。予防注射ですよ。めちゃん。めちゃん。めちゃん。
おとなしなっておとなしなっておThank you.